じゃあ一人ずつ自己紹介させてください。アンジュルムのリーダーの和田彩香です。よろしくお願いします。はい、福田香音です。よろしくお願いします。中西香音です。よろしくお願いします。竹内あかりです。よろしくお願いします。勝田里奈です。よろしくお願いします。田村めいみです。よろしくお願いします。室田瑞希です。よろしくお願いします。相川真帆です。よろしくお願いします。佐々木理香子です。よろしくお願いします。ウケる。大丈夫、はい、アンジュルムとしては初めての新曲なんですけども、はい、今聴いていただいた曲が、はい、今日発売の大器晩成乙女の逆襲の中から大器晩成を聴いていただきました。はい、じゃあこの曲についてお話ししましょうかね。やっぱでも、うん、ね、この曲が、ね、うん、良くて、うん、今感極まっちゃって泣いてるんです。いや違います。違うの？なんでそうじゃないの？違う。だっていつもなんかそう、この曲で泣きそうになるって言ってたから、うん、そうそうそう、てっきりそれで今泣いてるのかと思って。今そうだと思った。うわーって思って、どうしたの？こんなに人が来てくれたのは初めてあのアンジュルムがなんだよ、そういう方、ね、愛されるグループになるぜびっくり。だってもうアウトロ中ずっと涙こらえてたから、うん、あ、この曲すっごい胸に来てるんだなって思ったら、うん、思ってた、ね、こんなにたくさん来てくれたって、ね、まあね、すごいですね。嬉しいね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。大器晩成は、うん、フジテレビ系のめちゃめちゃイケてるという曲、番組のエンディングテーマになっているんですけど、はいはい、そうですね、まあね、せっかくエンディングテーマになってるということで、うんうんうん、まあ、本編は実際見なくてもいいのでエンディングだけでもね、ちゃんと聞いていただけたらダメだよ、いいダメだよ、本編ダメです。で本編だ、実際出てないし、そうだね、でも出たいです、絶対出る、まあ、出た時は皆さん見ていただきたいんですけど、うんうん、まだ出てないから、そうね、そうね、最悪ね、うん、エンディングだけ、ね、でまあ本編もしょうがない見るかみたいなそんな感じ で、ね、エンディングをしっかり見ていただけたら、ね、この曲は多分いろんなところで聴く機会もあると思いますし、はい、街中とか、そうですね、いろいろかかっていますので聴いたら、はい、あ、アンジュルムだって思っていただけたら嬉しいですね。はい、あおばあちゃんみんな同じみたいな、そんなくくりにしないでちょうだいな、大きな希望この胸に掲げて、小さな努力を響くれたり、愛する人を愛するかの街、みんな心手に大きな期待に染みて、大谷小さな誤解そのままだったり、愛するから愛してるんだから、時心手に夕方からは最近星の番なのだ、次は乙女の逆襲の話をしたいと思うんですけど、はいはい、両面シングルなのでね、はい、こっちはどうですか？乙女の逆襲は曲調はすごくミステリアスでかっこいい感じになってるんですけど、タイトルに乙女の逆襲って入ってて、やっぱアンジュルムはスマイレージという名前から改名したんですけど、うん、スマイレージ時代にみんなのなんて言うんだろう、ケーキに、ハロプロメンバー全員で食べるケーキに名前を忘れられてたりとか、うん、そうだですね、まあ、何かとスタッフさんとかにまで忘れ去られるっていうことが多かったので、うん、身内の方とかにも逆襲していきたいなと思いますし、この曲を通してね、この曲がヒットしたら、はいはい、いっぱい逆襲できるんじゃないかなと思うので、はいはい、逆襲できるようにこの曲を通して頑張りたいなと思います。
してる気さなで自然を変えて。私個人的にはこの曲でもう有名になってるんですね。言葉をちょっと他の曲で使えば売れたいっていう気持ちがすごい強くて、まあ、すごい有名になる気は満々なんですけど、で、まあ、ここに今日はすごいたくさんの人が来てくれたので、まあ、ちょっとその階段が一歩は登れなかなとは思ってるんですけど、でもやっぱまだ知らない方とかもたくさんいると思うので、そういう方ってすごいもったいないなって思ってて、これから私たちのロックスターになるのに知らない方がなんかここに来てくれてる方がすごいラッキーな方になるアイドルですけど、持ってたり、あとはまあ、ドームとか、あともう、何でしょう、まあ、ちょっと道歩いて、なんかサングラスしないと、サングラスしないと道歩けない、満開、サングラスしますよ、でも、これは日差し予報で今してるんですけど、まあ、あの来年あたりは真冬のサングラスを目指して頑張りたいなと思って。